おー、クリアーということで、無料報酬ゲットしました。はい、ということで、今回はですね、この新しいクエスト、ランウェイレーサーというスキンが登場しました。こちらのスキンですね、ツルハシとラップとバックアクセサリーとスキンがもらえるそうです。でこれはアカウントレベルを上げるたびにもらえるということなんですけど、アカウントレベルってなんぞや、どうやって上げればええねんという方のために説明させていただきたいと思います。まずアカウントレベルっていうのはですね、このオリジンパスというの、クエストの隣にオリジンパスってあるんですけど、ここの、右上見てください。右上見るとここにレベル36って書いてますね。これが、今シーズンのアカウントレベルになります。これをどんどん上げていけばいいということでございます。でこれを上げるにはどうしたらいいのかっていうことなんですけど、もうめちゃくちゃ簡単、他のクエストをたくさんクリアしましょう。そうするとアカウントレベルが上がってきます。ということでまず早速やっていきましょう。まずこのデイリーからね、すごい簡単なんでね、例えばシフティシャフトで宝箱か弾薬箱開ける、ここに行って宝箱3つ開けるだけで、あとはスライディング中またはしゃがんでる時に敵にダメージを与える、はい、しゃがみながら銃で当ててください。ヘビアサルトで敵にダメージを与える、ヘビアサでダメージを与えるだけで、これをクリアするとあのアカウントレベルが上がってきます。ウィークリーとか、他にもこういうやつ全部対象になってますので、これでまず試しにどこまで上げれるか今試したいと思います。1個ずつこれやっていきます。デイリーを1日分クリアするとどこまで上がるかまず見ていきましょう。シフティシャフトに降りたいと思います。とりあえずここでね3つ開ければゲットということなので、デイリークリアしたらまずどれだけ開くのか見てみましょう。宝箱ありました。これ壊さずに開けましょう皆さん。まだねマップはその23時からマップが変わるみたいなんですけど、まだね、21時20分なのでマップは前のままなんですけど、このままやっても普通にクエストはできますので、こういうのも壊さずに開けていきましょう。はい、これで3つ目どうでしょうか。お、いいね。アカウントレベルほら上がってるの見えます？36から37って、こういう感じで上げていきましょう。とりあえずね1試合やっていきたいと思いますので、で、残りのクエストはヘビアサで敵にダメージを与える、スライディング中しゃがんでる時に敵にダメージを与える、あったヘビアサ、これじゃん、これ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 、いる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 、オッケーオッケー、 M が悪いけど、やばいやばい、なんかミスった、なんかミスってる、 A モードしちゃってる、 A モードしちゃってる、やばいやばい、ちょっと待って、一旦これね、これで逃げましょう。そうなんだ、俺 A モード設定しちゃってんだよボタンに、やばいやばいやばい、何してんねん俺、これ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 、あぶね、マジで A モードあれしちゃってたよ、超やらかしたわ。 OKOK、 アカウントレベル何めっちゃ上がってんだけど、今デイリーはヘビーアサルトでダメージ与える、 OK、 スライディング中しゃがんでる時にダメージを与える、あこれもクリアしたんだ、あじゃあ全部3つクリアしました。3つクリアすると、デイリーがだいたい1個上がるんだね。へえ、じゃあウィーククエスト。バスドライバーにお礼したら多分めっちゃ行くね。バスドライバーにお礼5回するだけで 50K だよ。多分爆発的に上がるんじゃない？バスドライバーに絶対お礼できしないとダメじゃん。さあ、バトルパスにお礼できるのかやってみたいと思います。エモートボタン押しましょう。ボン。おー、できた！すご！結構アップしたんじゃない？いいね。クリア。チャレンジクエストクリアした。これを5回やれば OK。だそうです。5回やってみましょう。はい、2回目バスライバーに俺、2回目クリアしました。はい、3回目の俺達成しました。はい、4回目の俺クリア、ラスト頑張るぜ。バスドライバーへの俺5回目、はい、うえー、5万 XP やばくない？5万 XP はやばいでしょこれ。うえー、なんかウィーク2のクエストクリアする新たなスタイルもゲットした。さあ、ということでこれ上がっているんでしょうか、見ていきたいと思います。アカウントレベルってさ、上げるのめっちゃ大変じゃないっていうか、アカウントレベル上げるの大変すぎでしょ。まあ5分の1だ。とりあえず今日は、このボンボンゲットできるかやっていきたいと思います。この流れでね、こっちにもあるわ。ウェイリングウッズの中でウィークポイントに当てる、ヘッドショットダメージを与える、地面に触れずにグラップルグローブで一定距離を移動する、はいはいはい、まあ、とりあえずウィーピングッズに降りてやっていきましょうか。まだデイリーを続けていきたいと思います。ウィーピングッズの中でウィークポイントに当てる、木をこうやって、これだよウィークポイントって絶対、ほらこれ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 、この木に当てるとこうやって出てくるから、ここに当てましょう。そうすると9でしょ、これも10回当てるだけだからもうイージーイージー。あ、クリアした、はい、クリアしました。アカウントレベルアップしてんじゃない？よし、サブまでダメージ与えるのもあと130ぐらいだ。
オッケー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 。あ、クリアした。サブマシンガンでいいんじゃない。おー、アカウントレベルアップしてるよ、5分の2。オッケーオッケー、アカウントレベルアップしてます、徐々に。こっちもね結構でかいね、 30K とかだから。マイルストーンっていうやつ、アイテムを回収する、敵を撃破する。これをクリアするとまあ 30K だ。はい、名前付きの街を訪問する。探索クエストは全部クリアしてんだ。お、いる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 、いいね。ヘッドショットでなんかあるって言ってた気がするんだけど、ヘッドショット、ヘッドショット、ういアイテムを回収する、敵を撃破する、名前付きのエリアを訪れる。よし、5分の3になった、5分の3になったよ。デイリークエスト1回クリアする。あ、グラップルグローブ、グラップルグローブと、あ、ウィークリーも出てくるんだ。ショットガンでダメージを与える、スライディングしゃがんだ状態で移動する、簡単だね。ウィークポイント当てる、簡単だね。体力回復する、簡単だね。あ、これも簡単、これ全部簡単だ。めちゃくちゃ簡単ですよ皆さん。ということで、ウィーク3でもうクリアできんじゃないかこれ。ウィーク3でまでやったら、ショットガンで敵にダメージを与える、スライディングしゃがんだ状態で移動する、もうこれなんすぐでしょ、これもすぐでしょ、これもすぐでしょ、これ全部すぐじゃんマジで。はい、100、ウィークポイント100、アカウントレベル上がったでしょこれは。ウィーで、あとしゃがみながらとにかく移動、はい、しゃがみながらもうとにかく移動するという、こういう感じで 500m 移動していきます。253、これはねまあ1試合で終わると思いますから、めっちゃ簡単だよこれは。こうやってやってるだけだからぶっちゃけ超簡単。アカウントレベル1個上がった、いいね、1個上がりました。そしてあとはストームフェーズクリアしてくれ、クリアしてくれ、頼む、アカウントレベル上がってくれ、アカウントレベル上がってくれ。おお、ツルハシがアンロックされたって、おお、ゲットしたらしい。おお、クリアということで、無料報酬ゲットしました、イエーイ。ということでクエストね、これ、今あるやつ、アカウントレベルを上げるってやつなんですけど、まあ、50個クリア、50レベル上げるとスキンがゲットできます。今回は5個だけで、ツルハシだけなんですけど、他にラップだったりバックアクセサリーゲットできるので皆さんやってみてください。あとこのオリジンパスっていうのでスペクトラナイトっていうのが追加されたそうです。こんな感じでレベル上げてる途中でねちょっと気づいたんですけど、どういうこれ模様とか選べんのかな。おー、すごいね、模様とか選べたり、これ何バナーか、え、いろんな、何これ、すごっ、こういう風に模様を選べたりするらしい、宇宙とか。え、すごくねこれ。はい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 、一応この宇宙柄にすることもできるのかな。ということでぜひ皆さんやってみてください。それではシーズン7も楽しんでいきましょう。